一枚板のテーブル工房きくらです。山桜の一枚板の表面を粗削れしています。まず斜めに粗く削りします。これはどうして斜めに削るんですか？一方方向こっちばっかりこう繊維方向に削ってると、あの天板がこう反ってきたり部分的にへこんできたりするんで、まあ、最初に横ずりして次に斜めに削って最後の仕上げで縦に削るようにしています。